岐阜県高山市飛騨国分寺の大銀杏は樹齢1250年を超えると言われ、高さ28メートル、幹の周りが10メートルもある大木で、国の天然記念物に指定されています。このところの厳しい冷え込みでイチョウ全体が鮮やかに色づき、訪れた人たちの目を楽しませています。時折風が吹くと一気に落葉する姿に、地元の人や観光客は歓声を上げて、その幻想的な姿に見入ったり写真を撮ったりと、思い思いに高山の晩秋を楽しんでいました。この大銀杏が一気に落葉した年は大雪になると言われており、飛騨寺は冬の気配が近づいています。